はいどうも、トラさんです。 41.1 度を記録したらしい熊谷市からプラレール紹介してるんですけど、暑いです。今回湘南モノレール5000系セット紹介したいと思います。ぶら下がり式のモノレールって千葉都市モノレールと、あと湘南モノレールと、あと上野の動物園のモノレールの3つぐらいしか、まあ日本国内ないんですけど、今回この大船と湘南江ノ島、江ノ島のあたり住んでる湘南モノレールさんがプラレール発売してて、で今回それ入手したんで紹介していこうと思います。でね、湘南モノレールさん車両の色がいっぱいあるんですよ。でいろんな色出てくれると嬉しいなっていう話は置いといて、前2010年に青ブルーラインが発売されて、で今回2014年に新しく発売された完全新規金型の、赤い方ですね。で今回このクルッピーも一緒に入手したんですけど、まあ普通これおもちゃ屋さんには売ってなくて、モノレールの大船駅だとか、あと電車市場ってウェブページか、あとはおもちゃのチョッペって鎌倉のおもちゃ屋さんか、あとはモノレール、これ三菱製なんで三菱のみなとみらいの技術館でしか販売してないんですけど、今回鎌倉市にふるさと納税をして入手しました。でまあいいや、モノレールのプラレールはレール縦に使います。で直線レールは普通のプラレールの直線レールで、あと倍直とかも使えるんですけど、カーブは専用のレール、橋脚はね高さ3つ分なんですよ。で今回この2014年に出た方って橋脚切り欠きついてて、大きな鉄橋とか挟めるようになってるんですよ。であとレール押さえる部分とか、あとこのリレーラーレールっていうんですかね、エントリーレールか、モノレールを車両を入れるためのレールが改良されてて、まあ、2001年にモノレールのセットってプラレールで出てるんですけど、その時よりだいぶ遊びやすくなってます。でこれ車両の方もブルーライン2010年に出たやつはその2001年に出たモノレールの型使ってたんであれなんですけど、今回完全新規でだいぶ細かく作られてて、結構見てるとかっこいいんですよ。でモノレールって車両の下にスイッチついてて、前にも後ろにも往復できるようになってて、結構使い道が広がってるんですよね。でなんだっけ、そう新規金型なんで屋根の上もだいぶ細かく作ってあって、すげえかっこいいんですよ。レイアウト組み込むとめっちゃいい。だから皆さんもぜひ買ってみてください。というわけで暑い中、トラさんでした。以上です。バイバーイ。